皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画なんですけれど、コメント欄にいただいた質問、これに答える形で電力量って何というタイトルでお送りします。質問は電力量が苦手なんですけれど簡単に分かる方法はありませんか、とこういうことでした。でも簡単に分かる方法ってそれよりは、電力量の基本的なことを覚えちゃってね、どうして計算したらいいか、これが分かった方がいろんな問題に対応できる。それなので今回は電力量どうやって計算していくのかというのを基準にしてお話していきたいと思います。電流が光や熱を発生したり物体を動かしたりする働き、これを表す量を電力と言います。この電力の単位は記号で W と書くんですけれど、これワットと呼びます。ワットです。この電力はどういう計算で求めるかというと、これ電圧かける電流です。電圧は単位ボルトでしたね、かける電流、これ単位はアンペアですね。アンペアね、あ、変なっちゃいました、ちょっと書き直しますね。アンペアです。電圧かける電流、ボルトかけるアンペアで電力のワットが求められます。で、電気器具に表示されているこれ100ボルトで600ワットとか100ボルトで何ワットって、ね、こう書いてあると思うんですよ。この意味は100ボルトで使用した時消費する電力がこの場合は600ワットですよ、ね、こういう意味なんですね。ですからこれをもとにすると何アンペア電流が流れているかも分かります。なぜかというと電圧が100ボルトで電流とかけたら600になったということですから、600÷100、0を2つ取ればいいんですね。と6アンペア、この器具は6アンペアの電流が流れますよと、こんなことも分かります。さて、じゃあ電力量どうやって計算するかという話になるんですけれど、その前に電流による発熱量、単位10でしたね、これを確認しておきますね。この電流による発熱量ジュールは電力ワットですね、これ電圧かける電流で出した、その値、それに時間、これ秒です、単位は秒をかけます。そうすると発熱量が何ジュールかが出るんですね。じゃあ電力量、これはどうやって計算するか、単位はね、これもうジュールなんですよ、ね、電力量ジュールです。これは上と同じなんですよ、電力ワットですね、かける時間、単位は同じ秒なんです。実は電流による発熱量と電力量ってこの2つ同じ式で求めます。ただしこれは単位がジュールの時ですね。ジュールの時にはどちらか一方を覚えればね、どちらも計算できちゃうということです。でも電力の方はね、他の単位もあるんです。 1W の電力を1時間使った時の電力量、これを 1W 時で WH と書いてね、 1W 時と言います。そしてその1000倍を1キロワット時、ね、KWH、 こういうふうにも表します。皆さんが払っている電気代っていうのは、ね、このキロワット時を元にして支払っているようになっているはずです。じゃあ1ワット時、これをジュールに戻すときにはどうしたらいいか、ね、1ワット電力ワットですね、でジュールに戻すね、時間が秒でしたから、この時間、ね、何秒か、これをかけてやればいいと。1分は60秒ですよね。そして1時間は60分ですから、60×60、
つまり1時間は3600秒です。ですから 1W×3600秒ということで、 1W 時は3610ジュールと、ワット時をジュールに戻すときには3600をかけたら答えが出ますよと、こういうこともわかります。よろしいでしょうか。まあこの基本ですね、電力を求める式と、それから電力量を求める式と、でワット時、これをジュールに直す式、この3つを覚えてしまえばきっと問題が解きやすくなっているはずです。今回は電力量についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。